皆さんこんにちは、新野秀彦です。僕が今まで病院で受けてきた治療について今日はお話をしたいなと思います。まず最初に体調の方について報告をしたいなと思います。たまにですけどね、何の前触れもなく突然熱を出して、今日ダメですということ、相変わらずあるんですけども、前と比べてその数っていうのがだいぶ減ってきて、随分その辺のところは落ち着いてきたなというふうに思っています。あとですね、見た目的に、お気づきの方もいると思うんですが、だいぶ肉がつきました。正直がんになる前の体重をちょっと超えちゃいまして、ずっとね食事も気をつけて、やってきたんですけども、最近食欲が止まらず、ちゃんとねお腹が減るということでちょっと食べ過ぎてしまいまして、違う意味でね、気をつけないといけないなと。ただね、本当にお腹が減るというか、食べれるっていうのがこう幸せだなと、やっぱ食べれない時期もあったのでね、今は食べれることに喜びを感じて、こんな感じで仕上がってきちゃいました。ということで、僕がね今まで受けてきた病院での治療についてお話をしようかなと思うんですけども、結論から先に言うと、がんの三大治療と言われるね、手術、放射線、抗がん剤、全て経験してきたんですけど、ちょっと順にお話をすると、まず1つ目、手術に関してはがんの、患部を取り除くという回復を手術っていうものに関しては2回受けています。それ以外に、腸閉塞になってまた回復手術をしたりだとか、その他ね細々した手術はあったんですけども、がん患部そのものをお腹を開いて受けるという手術に関しては2回受けています。1回目が一番最初の治療で、僕は大腸が原発だったんですけども、腹腔鏡手術っていうのを受けました。お腹をね大きく開いたわけではないので、術後2週間程度で退院をして、比較的早く仕事にも復帰することができました。2回目の手術は初めて転移した時ですね。膵臓に転移をしたんですけども、この時は溝落ちからへそ下5センチぐらいまでを大きく開いて、お腹をね全開に開いて取り除く手術で、この時はもう膵臓以外にもねちょっと広がってる部分があったので、そちらも摘出をしてもらってると。この膵臓の手術を受ける時の先生の説明は、イメージでいくと最初の腹腔鏡手術っていうのが、例えるならば足の小指をこうちょっと角にぶつけた程度なんだけども、今度の手術に関しては複雑骨折ぐらいの違いがありますよという、例えでね説明を受けました。で、手術を受けて思ったのは、腹腔鏡とお腹を大きく開いてっていうのはもう全くレベルが違うなと。もう相当この時体力を落としましたけども、ありがたいことにその時は、目に見えるものは取ってもらったというような流れでした。2つ目、放射線治療です。これは小脳に転移した時に受けた治療です。転移性脳腫瘍に対しての放射線治療というのは大きく分けて2つあるみたいで、全脳照射といって頭全体に放射するタイプのものと、経位放射性っていう特定の部位に放射線を当てて治療しますよというタイプのものがあって、僕はガンマナイフというこの低放射性の方で治療をしてもらいました。この時の経緯っていうのは、定期検査をしてたんですけども、胸から骨盤までの間を検査をしてたんですけども、で脳の方の検査はしてなかったんですね。で、気づいたら大きくなってしまってて、脳を圧迫して痛みで耐えれなくなって救急車で運ばれたという経緯でした。主治医の見解としては、開頭手術ですねが一番ベターじゃないかなというお話だったんですけども、自分としてはね、もうそれまでに何度も手術をしてきてますので、もうこれ以上体を切られたくない、でましてやね、頭を開かれるっていうのはもう怖くてしょうがなかったので、とにかく嫌がったんですね。違う治療方法がないかなということで、他の病院にね、セカンドオピニオンにも行きましたし、自分からね、いろんな病院に電話をして、重粒子線から陽子線のところなんかにも電話をして、で、最終的にたどり着いたのがガンマナイフという治療方法をね見つけて、そちらの先生に聞きに行った結果、いけるんではないかということで手術をしてもらいました。2泊3日の入院を2週間おきに繰り返して、3回の治療でね、治療が無事終わったということで、今となってはね、頭も切ってないので、何のね傷もないですし、治療を受けたことによるこう副作用というか後遺症的なものも何もない状態で今過ごせれてますので、もう本当にこの時はもう必死だったですけども、
自分からもこう動いて電話していろんな人に情報を求めて動いた結果として今があるので、ね、本当に良かったかなと思っています。3つ目が抗がん剤です。で、大きく分けて2種類使ってきてるんですけど、1つ目は、フォルフォックスという薬を使っています。これを使ったタイミングというのが初めて転移をしてね、膵臓の摘出を手術をしたんですけども、その直後ですね、肝臓の転移が見つかって、この時は手術がもうできないというお話になりました。理由としては、膵臓の手術を受けた後だったので、もうそもそもこの手術をね、耐えれるだけの体力がもう残ってないっていうのが1点目の理由と、もう1点は仮にね、肝臓の手術ができたとしても、あの全身にがんが巡ってしまっているので、取ったところでまたすぐ次に新しいものが出てきてと、手術をするメリットの方が少ないというお話で、とにかくね、がんの進行を抑える以外も方法がないということで、僕はそれまでね、ずっと抗がん剤だけは打ちたくないという思いがあったんですけども、もう他に選択肢がないということで抗がん剤をこの時始めました。なので僕は今までいろんな治療してきましたけども、唯一これだけは自分の中で後ろ向きにやった治療でした。もうそれ以外は自分の中で必ずこれで良くなるという思いでやってきたんですけども、自分で選んで正しい選択と思ってやってきたんですが、抗がん剤だけはすごく後ろ向きだったですね、当時ですね。もうほぼ自分の中ではこう気持ちの上で諦めてしまってたという、もうなるのにしかならないんだなっていう境地で始めたものですから、まあ根性論じゃないんですけどね、やっぱりあんまり効果がなかったのかな。その後腹膜播種にもなっていって、さらに進行してしまったので、で、抗がん剤は僕にとってはこの副作用っていうのはやっぱりきつかったです。まあ、頭のね、髪の毛が、まあ、抜けるとかっていうのもあるんですけども、それ以上にですね、厳しかったのがこう手足のしびれで、物が持てなくなってくるから息が苦しいっていうのが自分の中では苦しかったんですけども、これも本当に人によって副作用が全然違うみたいで、例えば僕は先生に言われてたのが、ひどい下痢になる人が多いということで、最初打って退院して出て下痢止めをもらってたんですけど、全く逆でとんでもない便秘になったんですね。で、これでまた病院に戻る羽目になったんですけども、まあ、本当に、ね、人によって副作用は全然違ってくるみたいです。で、このフォルフォックスに関しては過去の動画にもアップしてるんですけども、まあ、いろんな自分の中の思い理由があって、途中でねやめています。もう一個がキートルーダっていう薬を使ってきました。あの、がん免疫チェックポイント阻害薬っていうタイプの、広い意味でいくと免疫療法の薬で、まあ、当時ね、まだ標準治療にはなってない、健康保険適用になってない薬だったので、まずはそれを治療してくれる可能性がある病院探しというところからで始まりました。で、どうしたかっていうと、もうシンプルです。あの、病院の電話番号を調べて順番に電話していくという単純作業だったんですけども、それでね、話を聞いてもらえる、一度来てくださいと言ってくれた病院が今の病院で、で、いろいろ検査をした結果、効果が期待できるということで、当時、まあ、自由診療だったので、まあ、3週間に1回100万円ほどのお金がねかかったんですけども、先生がねその辺を病院内の交通整理をしてくれて、治療をすることができたので、でそれが結果的にね僕にはだいぶ合ってた薬で、副作用的なものももうそれほどなくですね、特段息が苦しくなるだとか手足のしびれがひどくなるだとかっていう一般的にイメージされる抗がん剤の副作用というのはほぼほぼなくてですね、今に至っているというような流れになります。ということで、今日は僕が今まで病院で受けた治療についてお話をさせてもらいました。今この状態まで来て振り返ってみて改めて思うことっていうのは、どんな治療をね選択するにしても、先生ときちっとね話し合って、コミュニケーションをとって、自分自身が納得できる治療、よしこれなら頑張ろうって思う治療を選択できるようにしていくことっていうのが大事かなと。自分なりには先生にも恵まれて、周りからもいろんな情報をもらいながら積極的に先生と話し合いをして、選んでこれたのが今につながってこれたのかなと僕は自分のことを感じています。ということで、今日はねこの辺で終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。